さあ最後ですよ、はい、ほんと長いことありがとうございます。おりゃー、はい、ありがとうございます。ジャムスティックのモテキ工作でございます。よろしくお願いします。最後だよ。さあ私のテーマはですね、最初もちょっと斉藤さんの話出たけど、西日本豪雨ですよ。まあ、これ聞いて帰ってほしい。これ結構やっぱり、まあもう忘れてる人いないと思うんだ、ここに来る人は。で、まあ僕がね、この西日本豪雨の、まあ、1年、ちょうど1年前ですけど、論文を書いて、来月出版される話を今日これから5分で直角行ストリームで話すから、ちょっとついてきてくださいって話ですね。で、僕がね、今日言いたいのは、まあ、ここだけ日にちだけ覚えておいてほしいんですけど、あの時梅雨前線が停滞し始めた日にちね、それが7月5日です。で、そっから3日間停滞して7月7日まで全く同じ位置にいたんですよ。だから大変でしたねって話だったんです。で、3日間も停滞するって、まあ停滞前線なんだけど、3日間はねえんですよ普通なんだけど。で、みんな停滞にこうずっとね、報道も言ってたでしょ。だけど俺が言いたいのは、その停滞は凄まじい大ジャンプから始まってるんですね。これが俺が言いたいこと。ここだけ覚えたらもう全然いいっすよ。他のことは忘れてもいいぐらいですよ。でね、停滞が大ジャンプから始まって、だいぶ違和感ある話でしょ。ね、もう話が逆だからね。どういうことかっていうと、まずね、西日本は北緯35度ぐらいですよ。で、ここでこれ雨が赤いとこね、めちゃくちゃ降ったよって話なんだけど、これが7月5日ね。で、3日まで実は北海道にいたわけ。7月3日だよ。だから普通わずか2日前ですね。だからその1000キロ差があるわけですよ。北海道って北緯45だからね。で、その1000キロの大ジャンプがあって、いきなり西日本豪雨が来たわけですよ。で、そのじゃあ4日に何があったかっていうと、まあ、大事件が起こってるわけですけど、まあ知ってますよね、ここにいらっしゃる皆さんなら。台風7号が日本海をこうダーッと横断してたわけです。これが4日ね。この大事件が起こって、その後に梅雨前線が北海道から西日本にいきなりバンと飛ぶと。これが、その停滞は大ジャンプから始まったって話なんですけど、じゃあなんで飛ぶの。台風、まあ通過したことは分かったよ。で、その時間的関係は分かったよと。なんで飛ぶの、台風何したのと。もう台風がやったことは破壊ですよね。まず破壊する、そして想像するわけですよこれ何なんだこのプレゼンっていうね。じゃあちょっとね、この話を西日本と日本海と北海道、この赤い線に沿ってちょっと簡単に考えてみますね。で、まあ、横西日本、日本海、北海道って考えてください。で、縦方向に気圧がどんぐらい高いかだと思って、で、オレンジ色の線がこう太平洋高気圧の高いとこから低いところに行くよね。で、暖気がこう押し寄せてくるわけだ。で、寒気は寒気で、オホーツク海高気圧のやつね。で、せめぎ合ってる場所が梅雨前線ですよ。で、バチバチやってる、その場所が北海道でしたって話だっけ。いいっすよね。で、もう関東は梅雨明けとか言っちゃってたからね、もうこのまま暖気押し切って、はい、寒気惨敗、はい、梅雨明けという情勢なんですよ。で、これがでもね、一応寒気は1週間前からこの情勢のまま一応粘ってたわけです、この北海道で。ずっともうあと一歩でお前負けんだろ、出ろよと。あと一歩打っちゃったら終わりなんですよ。ところがですね、大事件が起こるっていうのが7月4日なわけね。これ7月3日ね。何が起こるかっていうと、台風が暖気のど真ん中で大氾濫を起こすわけです。これ暖気って、唯一の弱点は不安定だってことですよね。結束が弱いんですよ、わかる。寒気はね、結束乱さないんだけど、暖気はたまにこういうことやる。そうするとどうなりますか。これ坂道の傾斜に従って風は流れるわけですよね、低い水気は低気に流れるんです。そうすると暖気全部日本海に集まっちゃうじゃん。せっかく前線のところで暖気頑張ってたのにね、味方が全員後に引いちゃうわけだ。
押すとどうなります？勝てるもんも勝てなくなっちゃうね。押すとバイエン先生が破壊されて、でその歓喜そのまま一気に一番低いところまで行きますよ。それが日本海まで行っちゃうって話なんです。そうすると想像されるっていうのは、この梅雨前線がいきなり日本海にバンと来るわけです。これが大ジャンプです。つまりだから寒気が大ジャンプしたから梅雨前線が大ジャンプしてるんですね。ってことが僕がこの来月出る論文で言いたいことなのね。でこのまあだから論文が言いたいことはこれなんだけど、これみんな見ててよく分かったと思うんですけど、俺の論文英語で小難しいこといろいろ確かに書いてますよ。もうよく考えたらそれね、天気図を追うだけの話だったんですよ。つうことはですよ、まあ、だからその気になって見てたら誰にでもできた話なんだ。でそういうことってめちゃくちゃいっぱいあって、だから最後に一つだけ言いたいのは、もうだから本当ここにいるテンコロズハンドレッドの皆さんはね、もうそれぞれ気になることあると思うんですけど、もう資格とか肩書きとか一切関係ないんで、もうこう気になることを、まあ、だからそこに公開されて手に取れるものを使って追っかけたら新しいこと分かるんでね。でまあ世界初じゃなくても全然いいんですよ。でそれはバンバン研究して、でまあそれぞれしてるんだと思うんですけど、あのね、広めるところが大事だと思うんですよね。いやしてんだ実際。でも自分の研究なんてって思ってるから、なかなか出てこないものが結構今日話してていっぱいあるんだなって分かったでしょ。それをこれからはもうバンバン出していく、こうデンコロズハンドレッドを中心にね、もうこれもあれも私はこれ、まあだからね、本当ね5人ぐらいしか興味ない話もあるかもしれないし、いやなんか出してみたら意外にバズったみたいな話もあるかもしれないじゃないですか。それをバンバン出していく最初の日に今日したいなというのが今日俺言いたいことなんですよ。ありがとうございました。いい話だったでしょ。えぴったり、ぴったり、いや素晴らしい、いい話をさせていただきました僕。いらっしゃいませ、はい、ありがとうございます。本当にありがとうございます、はいはい、これだから奇跡のあれだったんですよね、うん、そうだね、気象学会でもね、うんうんうん、天気図を追うだけの話にプラスアルファされたんでしょ、その話。ああ、その話するか。ああ、しても、私ね、あれが、なんかちょっとドキッとしたんですよ。すごいと思って、コラボが。あのね、天コロ学会にも100人来たんですけど、あの気象学会っていうのが1ヶ月前にあって、そこにも100人ぐらいいたかな。で、そこで西日本豪雨の研究発表が20件ぐらいあったかな。で、まあ、とにかくいろんな研究があるんですよ。でも皆さんしっかりいろいろ調べられてて、でいろんな側面ありますねで考えてて、僕最後から2番目なんです。でこの話して、天気図を追うだけで結構面白いでしょっていう話して、おーってなって、はーってなって、でその次の人が全く同じテーマだったんですよ。大ジャンプの話だった。だけど天気図を追うだけじゃなくて、その人はもう超絶技巧を駆使するのが趣味の人だったんですよ。数値シミュレーションで、あのね、台風がもしなかったとしたら、あの梅雨前線どうなったのって、でそれを数値シミュレーションの中で自分でこう、まあ、超絶技巧を駆使すればできるんですよ、ね、で台風がある場合はまあこうなりますよね。でなかったら北海道に停滞するままなのか、ままなんですよ、ね、で結論は全く一緒なわけですよ、二人とも。でもやってることは、まあ、僕はもう天気図をかけただけ。だけど、ね、アイデアいいでしょって話だった。で、その次の人が全く、お互い何も話してないですよ。打ち合わせしてないんだけど、バチンと同じ結論を出して、俺はもうちょっともう鳥肌立ってたんですよ。俺、気象学会でいろいろ何十回喋ってきたけど、こんなにぴったり来ることなかった。っていうね、感動があったって話です。学会ってそういうもんだと思ってたの、うん、でもそんなことがしょっちゅうしょっちゅう起こるわけじゃないってことだよね。そうなのね、うん、その奇跡、それが奇跡って話ね、うんうん、それでしかもその話もだから本崎さんが話したことを次の人が図らずも 裏付けるみたいな、そうだね、すごい強固なものにしたみたいな感じになってたってことですね、うんうんうん、はいはい、すごくないですか、ね、それがね、起こったのを感動したんだけど、逆に今までなんで
怒んなかったのかね。それでその後だからあの話した後に考えたんですよ、で今日は散々クマさんと喋りながら対話が大事だとか、ね、まあ、こういう学会にしたかったのは本当に対話を増やしたかったからですよね、対話が足りなさすぎたんだな。なるほど、多分、このやり取りがあったら、もうちょいそのお互い研究者みんな優秀だから、そのほじくり返すところをこう丁寧にほじるわけですよ、ね、丁寧にほじるその仕事は完璧ですよ、だけどその同じ化石をほじくってるのかどうかがお互いわからないまんまこうなんかやってんだな。それは対話がないからなんですよね、でお前こっちやっとけ、俺こっちからこう迫っていくからっていうのが、対話あったらさバチッとくるじゃないですか。そうと思います、それが今までなかったから、だから奇跡になっちゃうわけですね、本当は奇跡じゃなくて、いくらでも起こり、当たり前に起こるはずなんですよ、場じゃないですか、だって学会なんですよ、だから天候の学会ではそれがね奇跡じゃなくて当たり前に起こるはずなの。そういう風にやっていったらいいんだ。そうなるほど。今度やるときは日本天候の学会って、日本ってつける、日本つけるついに日本ってつけると思うんでじゃ、いいねそしたらもうなんかすごい経緯にがある学会になりそうです。そうで日本テンコロ学会に外国人も来るっていうぐらいのね、そうですね、いやだから国際的にさ、だ北極の研究者ってさ、やんだけの国がさ、でやっぱり対話するのに8年かかったって話なんだよ、あれね、準備にものすごい時間かかりました、ネゴシエーターものすごい大変ですよ、それ結局対話するのが大変なんですよ。そうか、そうですよね、それで大変だし、そこが大事ってこと、それがなきゃいけない、そうそう、だから気象庁のビジョンに対話がっていう言葉がしれっと入ってるけどいやマジでそこなんですよね、多分ねその予報技術とか、今まで散々も死ぬほど苦労して上げてきたじゃないですか、それでまだ300キロずれてるっていうねでそれはあの攻める人は攻めるかもしれないけど、いやでもどんだけの人数で気象庁やってんのかって言ったら、もうね世界からしたらね、もう逆に世界の研究者は気象庁よくその人数とその予算でそこまでやるなと、お前らクレイジーかというレベルな逆に言ったら、でもいやその技術は素晴らしいんだよ、俺らがあとやんなきゃいけないのはテンコロ学会なんだよそうなんだ、そうなんですかいやマジで、そうですね、そういうことなの、ね、そういうことなの、じゃあもうこれだから2019鳥だからもう閉めますけどね、天候の学会2019だけど、次だから2021とかにやるってことですよね。そうだね、次は何だ、3000回になるのか、いやだから3000回待つと、また1000回経ってからだからだいぶ経つので、そうすると同じ緊張感で同じクオリティになっちゃうので、なるほど、コンスタントにやっていけば、もう少しこう磨けるでしょ、ああいうモタモタとか、確かにモタモタしてたね今日はね、なくなっていくっていう、あれがね許されるから、ほらお互い緊張もないじゃないですか、そうなんだけど、ね、そうなんですけど、ここぴょんぴょんしてるしさ、まあ、これもありです、これもあり、ぴょんぴょんもありね、どう楽しかったあ、まあまあ面白かった、よかった、ありがとうございます、はい、ということでもうね今日すごいもうだいぶ押しちゃったので、一番最後に、本当我らのあれやめんのね、やろうとしたんだけど無理それはラジオっぽい TV のライブでやろう、そうだな、それも、多分できる、ほらなんか慎吾さんと話してるし、慎吾さん、ありがとうね、ありがとうございました、はい、で、ということでですね、テンコロの、ラジオ、ごめんなさい、あれ、なんだなんだ、このままフィナーレなんだね、いやいや、テンコロ学会2019、このセッション自体は全部終わりにしようと思うんですけれども、最後にですね、やっぱり皆さんご協力いただきましたので、感謝のエンディング、やろうか、やろうか、流させていただきたいなと思います。じゃあ皆さん、それもう完全に本当のフィナーレだよ。そうだね、はい、そうです、はい、僕と君とでは何か違う、同じ生き物騒がれ
笑っている。